どうも、リゾです、花束の代わりにメロディーをタブ解説やっていきたいと思います。こいつは、レギュラー注入ですね。で、1カポで原曲キーになりますと。で、16ビートスイングというふうに書いてるんですけど、16分布のところはしっかりリズムが跳ねるということですね。こう16分布、イーブンじゃなくこんな感じです。16分布のところは跳ねましょうと。あ、で、最初に言っときますけど、これ一応セカンドチャンネルのやつなんですけど、セカンドチャンネルの中ではちょっと難しい方なので、そこら辺ちょっと頑張ってみてください。まずイントロからいきましょう。大丈夫ですね。で、こういうとことかね、結構ね、小指とか使った方が、例えばこういとかよりは、なんか小指使った方がね、行きやすかったりするんで、小指しっかり使いましょうと。まず C メジャー7、準備。ここハンマリングですね。大丈夫ですね。で、ここはスライドなんですけど、5から7に小指でスライドして、小指でそのまま戻って、こういう一瞬こういう感じになります。で、和音を入れるときはここ外して開放弦ですね。綺麗な音ですね。で、歌に入っていくと。で、こういうとこですね。16分布ハンマリングなんですけど、しっかり跳ねますいくんじゃなくてですね。で、 G で、僕はここね、親指で次ベースを押さえてるんですけど、僕は中指でハンマリングしてそのまま中指スッと下げてるんですけど、一瞬音止まっちゃうんで、それ嫌な人は一足指でハンマリングしてから中指に変えるといいと思います。こんな感じ、やりやすいように。 Am7、ここはスライドですね。結構早めの、これだけです。で、 C メジャー7、 G4B、 A7。 ここは手がここら辺にあると思うんで、ベースのスライドです。7小節目一緒ですね。感じになります。大丈夫ですね。 B セクションいきます。 Am7、 F。 ここは僕は多分ね、親指を使ってベースを押さえてますね。こんな感じの動きであるんですけど、親指届かない人ももちろんいると思うんですけど、バレエでもいけます。こうか。だからここしか押さえないですね。1フレットの時にもう一回バレーすれば、で、また外して押さえるという、ちょっと面倒くさいんですけど、こんな感じでいきますね。こういう感じの、僕は小指でプリングします。 D アトレンス、こういうとこしっかり跳ねることですね。とか言っちゃうとなんかちょっと雰囲気なくなるんで、しっかり跳ねると。ハマリング、タイミングしっかり合わせて跳ねます。サビですね。 C セクション、G。 僕の指使いなんですけど、 G をまずね、この薬指と小指でいくんですけど、で、こういうとこも小指でいっちゃってますね、僕は。この G7 のところは中指と薬指でここを押さえといて、わかります？人足指と小指でハンマリングです。ですね。僕はこうやってまず、シミ出せる。ベース音が、サビはね、ベース音がこう結構動くんで気をつけて。で、ここ、D4C、ここ難しいかもしれないですね。僕はこの中指でこうハンマリングするようにしてますね。こうです。ベース音は薬指のままですね。Cメジャー7から。薬指動かさずにこうですね、こっちだった、こうか、はい、こっからこうっす、ですね。 Bm7、 B
ベースが動きます。 E マイナー、 A マイナー7。ここは結構早めのプリングって感じですね。こういう感じです、うん、もうこれはリズムで覚えちゃえばこんな感じですね。でこの2フレットも僕は親指で押さえてますね。 B7 一瞬こういう感じになってここですね。ここにハンマリングです、うん、で Am7大丈夫ですね。これよくあるやつですね。こうハンマリングします、うんうん、D セクション F、 ここも親指で押さえます。こんな感じです。ここはね、親指使わないとこのプリング、ハンマリングプリングがなかなかできないんで、ちょっと頑張って押さえる感じにしましょう。うん、C。こんな感じですね。大丈夫ですね。で、一緒です。ここ結構早いね。こんな感じですね。これも耳で覚えるといいです。この C の形からそのままずらすだけです。同じ形のまま D ですね。で小指でスライドします。あ、僕はですよ、僕は小指でスライドしてそのまま D7。 こいつここもね結構早めですね。リズムというよりはなんかとりあえずニュアンスでタラララーンっていけばこんな感じですですね。で一回静かなサビに入りますね。ここで C セクションすごく静かにしてあげて、うん、ここさっきと同じ動きですね。でここからこうバーンといく感じです。あと一緒ですね。でもうあと一緒なんでラストは41小節目いきましょうか。41小節目からいくと一緒です。でポロンと入れて、こういう和音のところは静かに入れてあげるといいですね。静かに入れてあげて、ここは親指でベースを押さえてます。G。で一足指これになると思うんで、ここからこうスライドでバレエで持っていきます。で C マイナー7に入ると。C マイナー7からこう小指を頑張ってここをつけますね。こうですね、うん、最後押さえ方こんな感じですね。中指の腹でミュートしてこうです。 G アトネスのコードストロークで終わりという感じですね。はい、ということでぜひやってみてください。どうもリズでした。